にゃんこの誕生日に間に合わなかったにゃんこへの誕生日プレゼントが今届きました。それがこちらですね。これね、にゃんこです。わかりますかね。これ裏表も裏表にゃんこ。もう真空パックに入って すごいキュッてなってる。これね、クッションなんですね。いいね、これ。これいいね。いいね、にゃんここれ。これにゃんこだよ。いいね。これね、なんだろう、オリジナルクッションを作れるサイトがありまして、なんだろう、オリジナルクッション写真とかで検索すれば多分出てくると思うんですけど、そこではね、動物系がメインで、動物の写真を送ってあげると、顔だけか全身かっていう二択で選んで、その後さらにサイズをね、10センチ、20センチ、30センチ、40センチとかってあるうちの選んで、今回はこれは、全身の、40センチだったかな、そんなないか、30センチぐらいかな、そう、多分そんぐらいだと思う。で、これで4000円ぐらいかな。4000円で1週間かな、ちょうど。そう、注文から。ね、皆さんももし、ね、飼ってる。犬猫はね、多分もうお手のもんだと思うんだけど、さすがに亀とか蛇はやってくれるのかどうかわかんないんで、ちょっと、その都度サイトに問い合わせてみてください。いいな。なんかね、生地はね、なんかこのさらっとした感じというか、なんかわかるかな、こうこっちからこっちにこう繊維が向いてて、こうやっているとなんかほら逆立ってく感じ、ここさらっとした感じでね、写真も特にね、このなんかここにここをこう使ってくださいとか指定してないんですよね。この本当に本当はこういう風に四角い写真で、後ろに背景とかもあるんだけど、もう認識はできるから、向こうもさ、何回も作ってるんだから、猫だけを切り取ってくれて、でこうやってクッションにしてくれるっていう。でね、クッションとして使いはしないと思うけどね、正直。これで昼寝しようとはあんま思わないでしょ。まあまあ、寝ぎなくはないんだけどね。この生地の感じもね、まあ
別にこれといって特徴もない、そこまで柔らかくない、なんか柔らかくないというかスカスカじゃない、そのゲームセンターで取れるクッションよりはしっかりこう綿が入ってる感じで、ここにねこうやってジャックもあってまあ一応なんか洗えるっていう手らしいけど、結局これ綿が軸に入ってるからまあ洗うもそうもない気がするけど、まあ、皆さんもよろしかったらというか